はいどうも、ハムスターです。本日はこちらスイートの5月号でございます。表紙がね、さえこさんですね。めっちゃ綺麗ですね。さえこさんってあの大リーグのダルビッシュの元奥さんですよね。確か違いましたっけ。あんまりね、あの野球詳しくないんですけども、確かそうだったような気がします。まあ、そんなね、綺麗なこのさえこさんの表紙のスイート5月号、価格がね、特別定価1080円となっております。今回のこのスイート創刊20周年記念スーパー特大号ですって。すごいですね。見てください、この付録が分厚い。そんな20周年のね、記念スーパー特大号の特別付録はこちらなんですよ。スナイデルの超豪華セット、美人ポーチ4姉妹。早速開けていきたいと思います。はい、それではオープンいたします。せーの、じゃんじゃんと。お、いいですね。なんかね、すごい、こんなに入ってる。いやー、こう4つも入ってるってめっちゃ豪華ですね。ちょっとね、一個一個見ていきましょうか。これが本体というのか、一番大きなポーチですね。さすがにね、ちょっとぺっちゃんこになってますけど、一つ一つね、見ていきましょう。サイズの方ね、下の方にテロップ入れておきますのでご確認ください。こちらがね、正面になってますね。ここにね、スナイデルのロゴが入っております。結構ね、厚さもあって、上にね、こう持つとこがありますね。で、裏側はこういう感じで、で、ファスナーはね、このダブルファスナーになってます。ガバッと開くことができますね。生地はね、結構質感いいですよ。なんていう生地なんだろうね、こういうのって。なんかね、水もね、弾きそうな感じの触り心地です。で、裏はね、またちょっと違う感じですね。裏はね、表とはまた違う質感ですね。そんなクッションっていうクッションじゃないんですけど、ちょっとなんか入ってるようなしっかりした生地ですね。なんか安っぽさはないですね。まあ、付録なんでね、このしばしばになってますけども、そんなあのペラペラ安っぽいってそういう感じではないです。で、これが一番大きなやつで、で、こちらのポーチサイズはね、
下の方に出てるサイズで、さっきの一番大きいのと比べてもこれぐらい。でこの生地とよく似た感じの、これも生地ですね、同じような感じの生地ですね。でたくさんね、スナイデルいっぱいプリントされた生地ですね。これはねちょっと薄いですね、薄いタイプのポーチで、ファスナー開けると中はこういう感じになってます。中はね、ビニールというのかポリエステルというのか、生地はね薄いですけども、あの割としっかりしてますね。こういうちょっと薄めのねポーチがついていました。それであと2つこれがあるんですけども、こっちからいきましょう。こちらもね大きさサイズの方は下にね入れておきます。表にスナイデル、裏は何もないですね。表面の生地はね全部似たような感じですね。しっかりしてますね。で中はこんな感じです。でもう一つ最後こちら、さっきのねこの薄手のポーチとよく似たデザインですね。生地はねやっぱりどれも同じような感じです。統一感ありますね。サイズの方ね下に出てる感じでございます。こちらは裏も表も、どっちが裏でどっちが表かちょっと分かりませんけれども、で中もピンクですね。化粧品関係とかね入れるのがいいんでしょうね。はい、今ねちょっとあの使用感をね出すために中にタオルとかね詰めてみました。こういう感じですね。結構ねしっかりしてて厚みもねあって、なんかねこう旅行とかにも持っていくのにいいかもしれないですね。でこれを開けますと、こういう感じに、こっちのね薄手のポーチがあって、でこの中にねちょっと形もね整えるために今中にタオルをね
畳んで入れてるんですけども、こんな感じで。こちらもね、同じサイズのポーチですね。これが2つね、ぴったり入るんですよ。こういう感じに。で、これをまたこう収納して1つにまとめる。いいですね。保温効果とかはないけど、弁当とか入れてもいいのかな。まあ、だけど弁当庫を入れてこう持っちゃうとダメか。はい、本日はスイート5月号の創刊20周年記念スーパー特大号特別付録、スナイデルの超豪華セット美人ポーチ4姉妹、こちらの開封動画でございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。